よせ、もうやめろ、やめんだ天津飯。これ以上気候法を使ったら死んじまうぞ。やめろったらやめろ天津飯。おのれい、たかが天津飯ごときに邪魔をされたか。孫悟空、おめえがせるか。ピッコロの木だ。ピッコロはまだ生きてる。何をするつもりかわからんが、お前を逃がしはせんぞ。なんてバカでけえ木だ。聞いてる気がしねえ。どんだけやっても平気な顔してやがる。これは期待外れだったか。どうにか隙を作って逃げるしかねえ。どうして本気で来るがいい。こいつの強さは想像以上だ。今天津飯とピッコロを助けるんだ。先だ。な、どこへ行った。どうやって移動したのだ。今のオラじゃどうひっくり返ってもおめえには勝てねえ。だが一日待ってろ。必ずおめえをコテンパンに倒してみせる。何を言い出すのかと思ったら、たった一日で何ができるというのだ。二人とももう大丈夫だ。神様の神殿に戻れば先祖がある。逃げる気か。そうはいかん。け、逃げられた。消えるとは妙な技だ。孫悟空、いつの間にあんな技を。おっと、18号を捕まえねば。孫悟空など今やどうでもいい。壊れている16号と一緒ではそう遠くまではいけないはずだ。セルは異常なまでの強さだ。はっきり言って誰も勝てない。おい、ベジータとトランクスが部屋から出てきたぞ。本当か。どうもすみません、お待たせしました。父は2ヶ月ほどでスーパーサイヤ人の限界を超えたようでしたが、それでも納得できず今まで時間が。トランクス、余計なことは言うな。うまくいったんだな、ベジータ。さあな。だが貴様がこれから中に入って特訓しても無駄になる。この俺が全てを片付けてしまうからだ。セルも人造人間どもも。ほら、さっき進化したセル見てきたが、とんでもねえ化け物だったぞ。いたいた、クリリン君の言った通りね。あ、
ねえねえ、ちょっと、あんたトランクスじゃないの？そうでしょ？ええ。なんで髪型変わってんの？カツラ？ここには不思議な部屋があって、そこでの1年は外のたった1日なんです。その部屋で俺と父さんは修行して。へえ。一体何をしに来たんだブルマ。ほらベジータが着てる戦闘服ってすごく防御力が高いじゃない。だからみんなの分も作って持ってきたのよ。へえ、意外と軽いんだなこれ。さっきも言ったがカカロット、貴様はその服を着ても無駄だ。おめえがセルを倒しちまうからだろ。そんならそれが一番いいさ。よしご飯、今度はオラたち親子の修行の番だ。はい。スーパーサイヤ人のその先へ、戦士たちの荒修行。何もかも真っ白だ。体も重いし、暑くて息苦しい。表に出てみろ。地球と同じ広さらしいぞ。迷わねえように気つけねえと死んじまうかもな。こんなとこで一年も。早速修行始めぞ。遊びに来たんじゃねえんだ。まずはご飯をスーパーサイヤ人にする。スーパーサイヤ人に僕がなれるかな。もちろんだ。おめえもれっきとしたサイヤ人の血引いてんだぞ。とりあえずスーパーサイヤ人になんねえとな。本格的な修行はそれからだ。僕ひょっとしてお父さんの修行の邪魔になるんじゃ。あ、最初のうちはな。ほら、スーパーサイヤ人を超える力を必ず手に入れるつもりだ。しかしご飯、おめえにはそのオーラをさらに超えてもらうつもりだ。え？僕がお父さんを？そうだ、絶対にそうなっとオラ思ってる。そんな、僕がなれるのかな。すぐにそうなれってわけじゃねえさ。慌てずじっくりやっていこうぜご飯。まずは軽く体でも温めてからだ。準備運動だからって手加減はいらねえぞ。はい。どうしたご飯、まだいけんだろ。いいぞご飯、その調子だ。はい、フレッだな。そうかな。えい、ほら、ほら。よし。やっ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 。体が温まるどころじゃなかったな。この部屋で戦うのは結
構大変だね。技や体の付け方はさすがのもんだ。ピッコロに叩き込まれただけのことはあるな。じゃあ次はやっぱスーパーサイヤ人になる修行に進んでよさそうだ。はい。違う、それじゃ木をでっかくしてるだけだ。スーパーサイヤ人はまず怒りがきっかけになる。怒れ、プッツンと切れるんだ。そんなこと言ったって怒れないよ。いきなり上手くなれるわけねえさ。父さんだってベジータだって苦労したんだ。焦ることなんてねえぞ、ご飯。はい。さて、行くか。俺も行きます。勝手にしろ。18号たちの姿が見えん。この辺りのどこかの島に隠れているな。よかろう。聞こえるか、姿を見せるんだ。見せなければ島を順に破壊する。わかった。現れんか、面倒をかけやがって。貴様はベジータ。貴様がセルか。あいつはベジータ。わざわざ何しに来た。まさかこの私を倒しに来たつもりか。倒しに来たんじゃない。跡形もないほどバラバラにしてやるんだ。私をバラバラに、貴様が。あまりにバカバカしい発言に呆れるしかないな。よく見るがいい、セル。貴様のそのいやらしい薄ら笑いを消してやるぜ。早速この俺の力を味わってもらおうか。やったの。どうした、居眠りでもしてやがるのか。この程度で生きがるんじゃないぞ。やりっこほう。もっと真面目にやれよ、セル。少しはやれるらしいな。本気にさせたいようだな、この私。とっくに本気だと思っていたがな。これから地獄を見せてやるぞ、ベジータ。こんなことがあってたまるか。どうやら修行で差がつきすぎてしまったらしいな。バカな。貴様はベジータだろ。違うのか。違うな。俺はスーパーベジータだ。とてつもなくでかい気を感じて来てみたけど、すげえ。あれが新しいベジータか。トランクスも
あんなに強くなってるんだろうか。悟空とご飯は来てないみたいだな。人造人間たちだ。こんなところにいたのか。セルもベジータもトランクスも気づいてないのか。10メートル以内に近づかないとコントローラーは効果がないんだよな。よし。どうやら本当に目いっぱいパワーを出してその程度だったようだな。がっかりさせやがって。うーっ、畜生完全体に、完全体になれさえすれば。ほう、貴様が完全体になりさえすればこの俺には負けんというのか。その通りだ。絶対に負けません。よし。10メートル以内に近づいたぞ。このコントローラーで18号をストップさせても破壊しなきゃセルに吸収されてしまう。チャンスは今しかないんだ。じゃあね。お前は、あれはまさか緊急停止コントローラー。なぜあいつが。ブルマさん、ごめん。え、うまく逃げるんだ。絶対セルに吸収されないでくれ、頼む。なぜだ、なぜそいつを壊した。チャンスだったはずだろ。それは私が完全体になりさえすれば、パワー、スピード、技、頭脳、精神力、全てにおいて完全な存在になる。コンピューターはそう答えたんだ。あれほど歴然たる差があっても完全体にさえなればこの俺に勝てるというのか。何度同じことを言わせるつもりだ。貴様となら間違いなく勝てるぞ。その程度ならな。おお、父さん、まさか。お前たちサイヤ人は根っからの戦闘民族だ。戦ってみたいだろう。完全体になった私と。いいだろう。貴様の罠にまんまとかかってやる。完全体とやらになるがいい。行け、父さん。父さんは逃がしてもこの俺は逃がさんぞ。おい、ベジータ、こいつは何とかしてくれよ。18号、あんなところに隠れていやがったのか。おーい、セルに見つかったぞ。しまった、完全体にはさせんぞ。邪魔はさせんぞ、トランクス。おのれ。ついに完全体になる時が来た。父さんは間違っている。あいつを完全体にしてはいけないんだ。情けないやつめ。セルがどう強くなるのか見たいと思わんのか。俺はそんなもの見たくない。地獄のような未来はもうたくさんだ。
という剣。しまった目が。はあ、ああ、やめろ。18号。いよいよ完全体に変身か。今度こそがっかりさせるなよ。出来上がりか。ついにセルは18号を吸収して完全体へとなった。18号を吸収され、クリリンは怒りの拳をセルに向けるが、圧倒的な力で返り討ちにあってしまう。トランクスが預かっていた先頭で一命を取り留めたクリリンは、完全体となったセルの強さに驚愕していた。完全体との戦いを望んでいたベジータは不敵な笑みを浮かべセルを挑発する。落ち着きを取り戻したセルは挑発を冷静に受け止め、ベジータとの戦いの幕を開けようとするのであった。進化は究極へ。全てを圧倒する完全体。君が私のウォーミングアップを手伝ってくれるかな。ウォーミングアップでおしまいにしてやるぜ。よろしく。どうやら思った通り、完全体になっても大したことはなさそうだな。そうかね。うわっ、かわっ、てはっ、くらえ。本気でやってないな。だからウォーミングアップと言ったではないか。こんなはず。でやりやがれ。これがスーパーベジータか。バカだ。すぐに終わらせてやる。バカだ。ビッグバンアタック。おやおや、差が大きすぎて戦いがつまらないと、お前が言った言葉をお返ししなければいかんかな。さてと、そろそろ殺してしまうか。何してんだトランクス。早く助けないと本当にベジータは死んじまうぞ。父さんは俺や悟空さんに助けられることの方がセルにやられてしまうよりずっと屈辱なんです。そういう人だ。そりゃそうかもしれないけど、父さんがセルとの戦いで気を失ったら助けに入ります。しぶといな。まだかろうじて生きているようだ。今すぐ楽にしてやるぞ、ベジータ。トランクス、お前を殺すぞセル。強気なセリフだなトランクス。クリーンさん、父さんを連れて遠くへ離れていてください。うん。
トランクスの木が極端に小さくなった。セルの木はでかいまま。やられちまったのか。大変だ。起きろベジータ。お前にもベジータにも随分失望させられた。もっと楽しめるかと期待したが、最後に質問がある。お前たちは私に乾杯したとはいえ、短時間で急激に実力をアップさせてきた。時間があればさらなるアップも可能か。やってみなけりゃわからん。だがなぜそんなことを聞く。可能性がないわけでもないか。次の質問だ。孫悟空は何をしている。なぜここに現れないのだ。悟空さんは貴様を倒すための修行中だ。明日には戦いに現れる。悟空さんなら必ず願いを叶えてくれるぞ。俺はそう確信している。いい答えだ。では武道大会を開いてやる。武道大会。10日後の12時にしよう。大サービスだ。せいぜい強くなって楽しませてくれ。一体何のことだ。お前は知らんかもしれんが、かつて天下一武道会という大会があった。そいつを再現してやろうというのだ。ただしお前たちの相手は私一人でいい。1対1で戦い、私が勝ったら次の者がまた私と戦うのだ。何人でも構わん。場所など詳しいことは近いうちに知らせてやる。テレビ放送を通してでもな。待てセル。武道大会の目的は何だ。そして最終目的は。武道大会の目的は強さの確認と全世界を恐怖に陥れること。最終目的は特にありはしない。あえて言えば楽しむことが目的かな。一番の目的はもちろん恐怖に怯え引きつった人間どもの顔を見ることだ。それでは楽しみにしているぞ。その後トランクスは戦図で回復したベジータとクリリンにセルが提案した武道大会のことを説明した。武道大会。俺たちを使って遊んでやがる。ちくしょう。俺、悟空さんたちが出てきたらもう一度精神と時の部屋で修行してみるつもりです。貴様もカカロットも必要ない。この俺がまたあの部屋を使えば済むことだ。俺も大会に出る。頼む、俺をカプセルコーポレーションに連れて行って直してくれ。役に立ってみせる。ふざけるな。貴様もドクターゲロの作った人造人間だ。いいよ、俺が連れてって頼んでやる。強い仲間が一人でもたくさん欲しいからな。クリリンさん。心配しなくていい。こいつは多分悪いやつじゃないと思う。セルに飲み込まれたあの二人だってそんなにひどいやつじゃなかった。お前のいた未来の悪い人造人間とは違うんだよ、次元そのものが。
ワン、おめえはオラの考えてた以上に強くなってくれたみてえだな。そうかな。僕にはよくわからないけど。だがまだまだおめえは強くなれるし、本当は今だって力出し切れてねえだけだ。そろそろ修行の仕上げに入ってみるか。仕上げ。ああ、いつもよりもっともっと本気でかかってこい。父ちゃんをぶっ倒すつもりでな。そんな、倒すのは無理だと思うけど、できるだけやってみる。おめえの力、オラに見せてみろ。ワン、やるな、ごはん。こっちも行くぞ。パワーのコントロールはバッチリ見てるな。はい。いいぞ、ごはん。これならすぐにオラを超えられそうだ。父さん、超える？今のは聞いたぞ。今の感じ忘れんな。なかなか良かったぞ。はい。でもお父さん、スーパーサイヤ人をさらに超えるにはまだまだ時間が必要そうだね。僕はやっとスーパーサイヤ人になったばかりで、それを超えるってどうやればいいか考えがつかない。それについては考えがあんだ。わ、そのために今のオラたちがやれっことは、スーパーサイヤ人にしっかりなれるっちゅうことだな。スーパーサイヤ人になれる？ああ、これから寝るとき以外はいつもスーパーサイヤ人でいて、それが当たり前の状態に持っていく。まずはスーパーサイヤ人になった時の落ち着かない気分を消すことから始めんだ。その後、改めて基本的な修行からやり直す。遠回りのようだけど、それがスーパーサイヤ人を超える一番の道だとオラ思う。はい。セルはトランクスに武道大会の開催を告げた後、とある荒野に自ら武舞台を作り上げた。その後、テレビ局に乗り込んだセルは全世界に向けて流した放送で地球全体を恐怖で包み込んだ。セルゲーム。セルただ一人を相手に何人でも参加可能な武道大会を9日後に開催すること。そして参加選手全員がセルに負けた場合、世界中の全ての人間を殺すとセルは宣言したのである。その宣言が冗談などではないことを証明するように、セルは町の一角をやすやすと破壊し去っていった。このセルの行いはたちまち世界中を凄まじい恐怖で覆い尽くした。
平和な世の中で弱体化した軍や警察ではどうしようもない敵であることは誰の目にも明らかであった。人々は忘れていた。その昔ピッコロ大魔王と戦った小さな少年がいたことを。そして人々は知らなかった。ベジータたちサイヤ人やフリーザと戦った戦士がいたことを。孫悟空の存在を。クソ、何がセルゲームだ。まさか本当にテレビであんなことを世界中に放送するなんて思いませんでした。セルに全員負けたら世界中の全ての人間を殺すなんて。おかげで世界中が恐怖で大パニックだ。悟空さんたちはあとどれくらいで出てくるんでしょうか。丸一日までにはまだ3時間近くある。ふん、丸一日ちょうどで出てくるとは限らんぞ。焦ることはない。まだ勝負の日まで9日もあるんだ。孫たちの木だ。あいつらもう部屋から出てきたのか。なんだと？なんでこんな早く。あれ、やっぱベジータもトランクスもいっぞ。セルの木も感じっから生きてる。どうなってんだいって。あれはご飯か。見違えた。なんだあいつら、あれはスーパーサイヤ人か。いや、雰囲気が少し違う。ごく自然にあの状態でいやがる。何があったんか教えてくれ。はい、実はセルゲーム武道大会か。面白いこと考えやがったな。ミスターポポ、オラの道着捨ててねえか。ん？ああ、捨ててない。ピッコロさん、僕も新しい服が欲しいです。ピッコロさんの服を。わかった、かっこいいやつをプレゼントしてやる。ピッコロさん。で、どうなんだ、セルを倒す自信はあるのか。わかんねえさ。完全体ってやつになったあいつには会ってねえからよ。これからちょっと見てくっから。とご空か。ああ、そうだ。どうだ、ここが世界の運命を決めるセルゲームのリングだ。運命を決めるにしちゃせこいリングだ。そいつが完全体か。そういうことだ。試合には必ず出てやる。それまではもう誰一人殺すんじゃねえぞ。いいな、いい試合になりそうだな。あそこまで強くなっていったかな。